コブハクジラは、ハクジラアモク、アカボウクジラかオオギハクジラ族に属するクジラである。種商名のデンジロストリスは高密度な興奮を意味するラテン語である。オオギハクジラ類としては、生息範囲が最も広範であり、おそらく最も研究が進んでいる種だと思われる。バハマの北東沖において、多数の目撃例が報告されており、2002年頃より写真を用いた。 個体識別プロジェクトが始まっている。コブハクジラの体型は、オギハクジラ類としては典型的であるが、同族の多種に比べて若干細長い。頭部のメロンは平らでありほとんど目立たない。オスの外観は非常に特徴的であり、他のオギハクジラ類と同様に下顎の一部が上顎からはみ出してフェンス状になっている。そのフェンス状のはみ出し部分は下顎の付け根のあたりから、 興奮の中ほどあたりまで伸びている。またそのはみ出し部分には、藤壺が付着していることもある。さらに別の大きな特徴として、興奮を構成する骨の密度が非常に高い点が挙げられ、これは、種小業デンジロストリスの由来でもある。おそらく同種の誘導子で争う、サイの防御の意味があると考えられている。体色は、背色は、濃い灰色あるいは暗い青灰色。 腹足は、明るい灰色、頭部は褐色であることが多い。オスの体表には、誘動詞で争った傷やダルマザメによる噛み傷がある、ことが多い。オスの生体の体長は少なくとも4.4メートル、体重は少なくとも800キログラム。メスの生体については、体長は少なくとも4.8メートル、体重は少なくとも1000キログラムである。生まれた直後は、体長は1.9メートル、 体重は6 0ラム程度である。世界中の熱帯から温帯の海域に生息し、生息域の経度は非常に幅広い。座礁例はカナダのノバスコシア州、アイスランド、ブリテン諸島、日本、ブラジルのリオグランデドスル州、南アフリカ、チリ、オーストラリアのタスマニア州、ニュージーランドにおいて報告されている。また多くの目撃例は、 アメリカのハワイ諸島、ソシエテ諸島、バハマの沖において報告されている。海遊は行わず、水深500メートルから1000メートルの海域を好む。比較的よく知られた種であるが、全生息数は不明である。IUCN のレッドリストにおいては DD に分類されている。3頭から7頭程度の 小さな軍をなして行動する。潜水時間は少なくとも22分以上に達する。海面に浮上する際は非常にゆっくりであり、水を跳ねることもほとんどない。おそらくイカなどの糖足類や魚類を食べる。捕鯨された例はあるが、積極的に捕鯨の対象となったことはない。集団座礁の例が報告されており、海軍の音響ソナーが原因として指摘されることも、 あるが、関連は、まだ明らかにはされていない。サテーションスペシャリストグループ、メセプラダンデンジロストリス 2006IUCN、レッドリストオブセレットンドスピーシーズ、IUCN2006、エンサイクロペディアオブマリーンマーマルズ、ウィリアム海、ペリン、ベルントワージグ &JGM、ティー・ウィソニエズ。 アカデミックプレス、ISBN0 から12から55万1340からニランドル、R リーブス、ブレント・ S ・スチュワード、フィリップ・ J ・クラパムジェームズ・ A、オーウェル、シー・マーマルズ・オブ・ザ・ワールド、A&C ・シーブラック、ロンドン、ISBN0 から713663340、コリン・ D ・マクラウド、ポッシブル・ファンクションズ・オブ・ザ・ウルトラ・ダンス・ボーニン,ン・ザ・ロストラム・オブ・ブレンビル、S、 ビークとホエール、カナディアン・ジャーナル・オブ・ズーロジー、80、178から184、ブレーンビル、S、ビークとホエールのメディア、アーキブブレーンビル、S、ビークとホエール・オーストラリアン・ミュージアム、ファクトシーツ・ブレーンビル、S、ビークとホエール・テキサス・エアンド、M ・ユニバーシティ・コープス・クリスティ・メセプラダン、デンジロストリス・ CMS。ありがとうございます。